興味ない人にとってはどうでもいいのかもしれないですけど、サックスって、これ僕のサックスはヤマハの割と初心者向けのモデルです。そんなにいいやつじゃないんですけど、サックスって、まあこの真鍮でできていて、でまあいろいろね、まあ銀でできたやつもあったりするんですけどね、それでなんかいろいろ材質によって音が違ったり、もうなんならこの塗料の仕上げでも音が変わるぐらいって言われてるんですけど、僕は正直あんまり音の違う、よくわかんなくて。ああ、でも一回なんか楽器屋さんで、セルマーっていうフランスのすごく一番いいフラッグシップのモデルを試しに吹かせてもらったら、なんかすごくいい音でしたね。もう欲しいと思ったんですけど、そのサックスの値段の消費税分ぐらいなんですよ、この楽器が。だから、まあ、本体よりも僕こっちのこのマウスピース加えるところ、ここの方がね、なんか音色がすごい変わるんですよ。で、これはね、最近僕が手に入れた金属製のマウスピースなんですけど、これはね、僕が好きな T スクエアの伊藤武さんが使っていたことで有名なマウスピースなんですけど、これはすごいね、派手な音がするんですよ。な感じなんですけど、こっちは黒いやつですね。これはラバーっていうか、硬いラバーでできてるんですけど、これはね、渡辺貞夫さんが使ってるのと同じやつなんですよ。まあ厳密に言うと違うんですけど、まあ基本的に同じメーカーで同じモデルのやつです。今最初音が変だったでしょ。なんか全くね、吹いた感じが違うんですよ。だからなんかね、口の形も変えなきゃいけないんですよね。で、こっちは割とこのメイヤーっていうメーカーのものなんですけど、これはジャズで使ってる人がすごく多くて、こっちは本当フュージョンとかポップスとかロックのバンドでパワーがあるんで、でこう音がギラギラして派手なんでね、他のエレキギターとかに埋もれることもなく、こう前に出ていける音が出せるんですよね。でこっちの方がこれはね、あまりこう初心者にはおすすめされないやつなんですよ。結構癖があるというか難しいんで。でまあ僕もサックス始めて2年経って、もうそろそろ初心者じゃないかなと思って、で僕はずっとスクエアの伊藤武さんが大好きで、この金属のメタルのマウスピースにすごい興味があったんですけど、まあまだまだメタルにはいかずにこのラバーで頑張ろうと思ってずっとやってたんですけど、いよいよこのメタルマウスピースを入手して吹いてみたら、意外と
なんかこっちの方が僕はなんか吹きやすかったんですよね。なんかメタルマウスピース難しい難しいって聞いてたけど、なんだすごく吹きやすいじゃんと思って、もう低い音から高い音まで。吹きやすいんですよ。なぜかなと考えた時に、多分僕が目指してる音がその伊藤武さんの音だったんですけど、こういうラバーのやつで一生懸命そういう音を出そうとしていて、こうなんか無理がかかっていたのかなとかいろいろ考えるんですけどね。ただこれも派手な音が出るマウスピースなんですけども、優しく吹けば優しい音も出せるし、あのコントロールの幅が広いんですよ、だからコントロールの幅が広いイコール不安定というか扱いが難しいということですね。そのピッチを安定させたりするのが、だから初心者にはおすすめできないという。なんか今こうやってお話しするとなんかいろんなことが見えてきますね。なんで初心者でも使ってみればいいじゃんと思ってたんですけど、今こうやって話したことですごく頭の中が整理されて、なぜいけないのか、なんか言葉にしてみることって大事ですね。なんかね、よく人に物を教えるのって僕すごく苦手なんですけど、人に物を教える時ってなんか自分の中で今みたいな感じでいろいろ発見しながら教えてるのかもしれないなぁと思った年の瀬でした。ひどい。